K9 レコーズはアメリカ合衆国ニューヨーク州ブルックリンのインディレコードレーベル。主にインディーロックを扱っており、グリズリーベア、サーファーブラッド、チェアリフトを排出したことで知られている。2002年、リオ K9 と KK9 によってブルックリンのウィリアムズバーグで設立される。レーベルの最初のリリースは地元の未契約アーティストを多数収録した。 NY ザネクストウェーブのコンピレーションアルバムだった。2004年にはグリズリーベアのデビューアルバム h o ンオ of Plenty をリリース。2008年チェアリフトのデビューアルバム Does You Inspire You。2010年にはサーファーブラッドのデビューアルバム AstroCost をリリースするなどインディーロックミュージシャンを多数輩出している。2011年ビルボード o が発表した アメリカのインディーレイベルベスト50に選ばれている。かつて契約していたアーティストを含む。ありがとうございます。